皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、高橋孝子的教室業の先生のための年間目標計画の作り方についてお伝えしていきたいと思います。えー、と実はですね、今日ご紹介するのが、あの私が私のクライアントさんに、えー、実際にお渡しして、 使っているるエクセルの表があるんですねその表をベースに、まあ、その方が数字を入れてきていてでその数字をベースに1年間終わったものから翌年をどうするかっていうご相談の時に使った表の生々しいもの,あの店舗名とかあのレッスン内容とか詳しくは書いてないんですけど数字自体はあのかなり リアルな生々ししい入り方をしているので私がそれを見てどういうふうに指導して翌年の計画をどういうふうにしようっていうふうに言ったかっていうのを今日はあの実践に即してあの考え方をねちょっとお伝えしていきたいかなっていうふうに思ってますので、えー、っと今日はですねそのエクセルの表をですね画面共有でちょっとお伝えしていきたいなっていうふうに思ってます。 こちらになりますで、えーとまあ、こ,つこの表が、ね、いきなり <laughs> 見えるとえーとかってあのびっくりする方いらっしゃるかもしれないんですけれどもあのざっくりどういう表なのかっていうと、まあ、ここ2020なんで、まあ、去年の話になるんですけども、まあ、最初にねここの目標値ちょっとこの方あの実績だけでちょっとお話をしたので目標値はちょっと書いてないんですけれどもこの目標値があってで実績があって でえー、と月々どういうあレッスンとかイベントとかがあってで、まあ、その実績がどうっていうこの方は540万くらいで最高終わってる方なんですけれどもあのこれが本当は目標がね例えば入ってるとそうですね、まあ、ちょっと分かりやすいんでここ入れちゃいますけど単価が2万円の口座を持っていて。 で目標がじゃあ人数、例えば30人が目標人数だったとしますよね。そうすると、60万円という自動計算が入るように計算式を入れてあって、表組みをしているんですが、そうすると、目標が60万円、実績が43万3500円だと、差異が16万6500円で達成率が72.3ていう、こういう計算が出る計算式がもともと入っている表を、ね、皆さんに渡しているんです。だから、ここが例えば10人。 だった時きに20万円が本当は目標だったけど43万できたら最後23万上がってて216%ですねすごいみたいなそんな感じで毎月追いかけていってで年間をどういう着地点で終わらせるかみたいなまあそういうあの内容にあのなっていくっていう感じなんですねこちらの方はねですからあのちょっともう一回ゼロに戻しますけどまあこの あの数字があった時にこの赤,赤になってるのが実際の数字なんですよ。でこれを分析して翌年のお話をするっていう、まあ、そんな感じなんですよね。<laughs> ということはまず1年目は目標は立てるんだけど、まあ、ここはどうなるのかわからないんだけどここの帳尻だけ合わせながら頑張ってみようみたいな形が1年目なんですけど2年目とかだとその実績があって。 どこに力を入れるかどうかっていうのをまあ相談していくことになるんですよね。でこの方の特徴っていうのはあの単価高い講座も持ってるんですけど中くらいのと低い講座とっていうことでものすごいこうイベントとかレッスンとかイベントとかレッスンとかあのなんか外部からね頼まれて外部講師ポンとやるとか販売とかで売ってみるとか、まあ、とにかく忙しい1年だったんですよ。 これを見ていただければ多分わかると思うんですけどね。で、あの、いろんな作り方があるので、私のこれが正解っていうわけじゃないんですけれども、まあ、どこに注目して、やるべきこととやらないべきことを決めるかどうかっていう判断基準を、まあ、ちょっとお伝えしていこうかなっていうふうに思ってるんですね。これは、あの、その人の環境と状況と、その人がやりたい、その翌年の目標値。 に合わせてあのプラン変わっていくのであくまでも一例として考え方でね持っていただければいいかなと思います。えっと、まず、ここを私注目します。えっと、まず543万だったんですよ、去年がね。じゃあ、今年いくらにするのっていうと通常ですねあの、私がおすすめしているのはだいたい1.2倍から1.3倍成長。 なんですよ例えば543万の1.3倍成長だと705万になるので、まあ、ちょっと厳しいなっていうところなんですよね。額が大きくなってくると何倍成長っていうのが厳しくなってくるので543万だったら1.2倍成長ぐらいだと650万、まあ、まあ悪くはないところですよね。それを組んでおいてそこを目指してちょっと足りなくても絶対100%は超えるんですよ大体。 で本当は650かなと思ったんですけど、まあ、ご本人がそこまでガリガリゴリゴリにやりたくはないっていうか時間がねあのいきなりなくなっても困るみたいな感じだったんでじゃあまず今年度からちょい上の600万目指しましょうかみたいな話をやったんですね。で600 50万万っていうとと通常を12でで割ると50万平均なんでこの方は後半 が50万超えがちょいちょい出てきている50万に近いところ前半ちょっとつらかったみたいなあここの,、ね、あのコロナの中でよく頑張ったなと思ってますけれども、はい、まあ、大体50万平均はそこまで難しくはないと思ってるんですよ。で特にこのシーズンのところになると,この、えー、っと単発イベント的なものとか販売とかも、ね、増えてきたりとかしてあのそこをオーバーしているので。 平均的に50はやれないポテンシャルじゃない方なんですね、もともとね。そうすると、何をしたらいいのかというと、時間が欲しい、もう少し効率よく動きたい、体力もつらい、年齢もだんだん上がってきてるから、体力もつらいから、動いて稼ぐっていうものじゃない稼ぎ方にシフトをしたいと言われたので、そうすると、あの効率的に稼ぐっていうことを考えると、やっぱり高単価のものを、 ある程度やっていくっていう必要があるのとここの128万って稼いでるこの500万のうちのまあ結構ねボリュームが多いここですね人数もまあまあ多いでも値段中級クラスぐらい。 ここは軸として持っていった方がいいだろうと思ったんで高単価のものは残すんですけど中単価のこれもあった方がいいよねって思ったんですが昨年と同様の実績のこの延べ人数160人っていうのはいけそうなんでしょうかっていう話をしたら大体今年もここらへんいけますということだったんで緊急事態宣言がなかったらねここ対面のレッスンなんであれだったんですけどまあじゃあここはここでいきますかっていう話ですね。で こちらの方の3つのレッスンが、まあ、種類が違うらしいんですけれどもあの、まあ、この A レッスンがまあ割と組みやすいのかなという話で延べ人数19人でこっち14人でここ6人だったんで、まあ、あの力を、ね、かけるんだったらじゃあこの A レッスンの人数を もううちょょい行きましょうかみたいな倍くらいの感じで要は同じレッスンを繰り返す方が材料も自分の体もあの募集も楽なんですよね似たような違うレッスンがいっぱいだとあの準備も告知も大変なんでじゃここ割と伸ばせそうならじゃあここ倍ぐらい行きましょうかとかいうねそういう話をしますだけどここはさらにちょっと伸ばしたいっていうふうにおっしゃってたんで じゃあここ今今年6人だったけど、じゃあここを、ね、あの頑張って3倍とか4倍とか目指しますかみたいな形で、そうすると、こことここはすごく似ている講座らしいんですよ、上に上がっていく講座。だから、じゃあここの人数がここに流れてくる可能性も出てくるんだったら、ここを強化して増やした分、こっちも人数入れましょうか。ということで、ここをじゃあ厚くしていきましょう。でこの1万5000円のこの14人のところ、どうしますかっていうことで。 まあ、こっちが上がってくるんならここなくてもいいかなって言ったんでじゃあここを潰しましょう。でここ残しますで。この E レッスン、F レッスンとかねこの辺りちょこ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 、まあ、入ってきてるんですよ。だけれどもまあそれなりに手間がそこそこかかってるっていうことなので こちらの方うは、まあ、人数、ね、特にまあこっちのイベントとかはあの外部講師でやってるもので単価が安くて伸び人数は多いけどこれやっぱ体しんどいからちょっとやめましょう。えー、こちらの方もそこまで人数ちょこちょこ入ってきてるけどそこまで大きい売り上げに貢献してないからじゃあここもやめましょう。ここは、まあ、あってもいいけどちょっと形を変えましょうかみたいな話。 ちょっとオンラインサロンっぽいような感じのものだったんでじゃあここも少し人数増やしていきましょうかっていうような話、まあ、なくすんならなくしてもいいですけど他の兼ね合いもあるからっていうねそういうい打ち合わせしますでここら辺のイベントレッスンのこの54万円のこれはあの外部講師他のところでそこはだから確定的じゃないからじゃあ入ってきたら棚ぼた式に見ましょうかとか。 あとこちらの方もねそんなに売り上げに貢献してないからじゃあここはまあなりでねあの入ってきたらやりましょうかみたいな感じとかですねでこのイベントは、まあ、いろんな頼まれ事とかをやっていくとこんな感じになってきたっていうことだったんで、まあ、ここ大きいんですけど頼まれ事って読めないのでここを、えー、とご本人がやりたいって言ってたじゃあ動画販売で今年力入れましょうみたいな形でいきます。 で販売収入はまあまあぼちぼちなりで入ってきたらいきましょうっていうことでなりで入ってきたらやるものが560万100万以内くらいなりで入ってくるのが忙しすぎたら断りましょうっていうことにしてるんですねでそこは売上として見ないだから売上はこのメインになっているお金が稼げそうで原価率が低くって使う時間も少なくって自分がやりやすくって楽しいやつ。 っていうものから優先順位でこの組み立て昨年の実績とかを見ながらお話をしていくと大体大きな柱3本になったんですよね。でその3本に比重をかけるからあんまり細かい仕事を入れちゃうと例えば動画販売っていうと動画のサイトをね頑張って作るとかそういうのをしていかないといけなくなってしまうんですよね。でそういうういい時間がが取れなくななくっちゃうと本末転倒になるから収益率が高い ものの仕事を優先する体が楽なものの仕事を優先する、単価が高いものの仕事は優先する、かといってミドルのものがないと、単価が高いものがうまく埋まらなかったら収益が上がらないので、ミドルの数字のものもやっていく。将来的に えー、来る人を集め続けけななくてはいけないのでその辺りのオンラインサロンもまあ運営したらいいんじゃないですかみたいなメインは3本なんですけどそれを組み立てるための土台みたいな仕事はそのまんまじゃ継続的にやっていきましょうかみたいな感じで話が。 落ち着いたんでだからご本人が、まあ、じゃあ3月までにこの仕事を終わりにしていこうこの仕事を終わりにしていこうっていうのを、まあ、年末ぐらいまでに決めることができていれば3ヶ月あれば告知した後に皆さんを混乱させずに講座を閉めていくことができるので多分5個か6個講座閉めるんじゃないかなこの先生は確か。はい、あのすごいね稼げてる方だと思いますあの教室の先生にしてはね。 あのー、もちろん1,000万とか稼ぐタイプの人もいるんですけど、まあ、かなりゴリッゴリに頑張んないといけなくてこの先生は割とふわっとしながらでも頑張ってやってなんか忙しい1年だったなって言って500万だったっていう、まあ、そういう感じだったんであの来年はねもう少し計画的にこれぐらいにしたいからこういう動きをしてしかも、うん、収益性が高くって体を動かす率が少ないような 内容を中心に仕事を選んでいきましょうっていう打ち合わせをしました。なので、割とこんな感じになっちゃってるタイプの先生、多いと思いますこう、昨年のね、振り返りをすると。やっぱボリュームが多いところで、集客をそんなに頑張んなくても、大体入るのが見えるっていうのは、やっぱ残した方がいいです、楽だから。はい で少ないとこでポチポチ稼働させることによって自分の手間がかかってしまうっていうそういうものは外していくっていう必要がありますねだからお金が入ってくるからえちょっと小遣い稼ぎ的にできるから残そうっていうふうにすると実はそのお金を稼ぐために裏で自分が使っている時間とか稼働している時間とかを考えると実はロスが多かったりすることもあるわけです。 なんですよねなのでこの、えー、とバランスを取るっていうのはやっぱり数字付けとといいいいていただかななアドバイスができないんできんすよね例えばこの、ね、A レッスンっていうのを、まあ、3月ここら辺は緊急事態宣言だったとしても後半の方がポチポチしか入ってないから伸ばすべきものなのかやめるべきものなのかを迷うんですよ。 だけどこちらの講座を伸ばしていく上でこれが必要でここもっと頑張ろうっていうんだったらあじゃあ伸ばしましょうかっていうそういう話になるしこれは一見なんか埋まってそうなんだけどやることもしんどいしそんなに後半入ってなかったからまあいいかと言われればじゃあ潰しましょうかそうするとこの1個潰れる手間が空きますので他の新しいことでもっと 伸ばしていくために必要な作業とか時間を使って取っていくっていうことができたりするわけですよねなので一年間の数字を見るときに次の年にどうするかっていうのは成りでいくんじゃなくて整理が必要なものは整理をして伸ばすところは伸ばすやめるところはやめる っていうふうなのをやる、まあ、ご自身の通信簿成績表みたいな感じなんですけど数字だけでは見ないですねあのだから600万っていうとちょっとしか上がってないんですけど中身を大幅に改善しますので手元に残るお金が随分変わります今みたいなこう中身を切ってきれいに整理してねやっていくっていうことにした時にはですからあのその手順とかっていうのの考え方とポイントですね 割とここまでは多くはないんですけどバラ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 ちっちゃい1とか2とかっていう数字になっちゃってる講座を残しちゃってる先生も結構多いのでその講座に対して自分が動くとどれぐらい時間のロスが入るかどうかっていう場合にはちょっと講座をまとめていくとかあのその何て言うのかな取捨選択 捨てるものと生かすものっていうのを年に1回は見直して考えた方がいいです。で3月までの間に整理すれば4月生っていうことで一番こう新入生として入ってきやすい時期にはきれいな状態で新しい講座をあの始めていくことができるので1月から3月ってまあ割とそういう期間に使っていただくといいかなっていうふうに思いますね。ですかからあのまずそもそもも人数とか どういう口座がどういうふうに動いているかっていうのを把握していない方はまず可視化するこ,こういう状態を最低でも作っていただく必要があります。でそれを分析するっていうことですねその割合だからあのー、ねこれそこそこ金額あるんですけれどもすごい手間がかかって時間も取られてっていう場合にはこれですらなくすこともありえます。 しかも自分がコントロールしてできるようなものじゃなくて誰かから頼まれたら突然入ってくるみたいなのを繰り返してたらこんなことになったっていう感じのものはできればコントロールできるものを中心に数字を組んでコントロールできないものは棚ぼた式にお金が積み上がるっていう計算にしておくとまあいいかなっていうことはその。 話が来た時に断るるここととともでできるいうことですねキャパシティがつらければキャパシティが空いてれば受ければただ単に目標値よりも伸びる数字になるのでそれはそれでいいよねっていうそんな感じになります。はい、ということでですねあの、まあ、ちょっと実例でやると皆さんにとってあの非常にこう分かりやすいかなっていうふうに思ったんであのちょっとお話しさせていただいたんですけれども。 えとまとめますと高橋孝子的教室業の先生のための年間目標計画の作り方ということであのまずポイントその1は、えー、そもそもの毎月のちゃんと分かりやすい内訳数値を作っていくでそれは金額だけじゃなくてその講座に対しての人数とかも理解して書いていくのが1ですね。でその2 その講座の原価率要は収益率ですね例えば材料とかその他いろんなものがかかるようなものとか原価率とかが50%になっちゃったりとか60%になっちゃうと儲けが結局40%とか30%とかになっていっちゃうんですよだけれども例えば原価がかからないものだったりすると同じ単価だったとしても例えば1万円っていう講座だったとしても私の1万円っていう講座とお料理の先生の1万円っていう講座 利益率が全然違うんですよね私の1万円という口座は特に今なんかオンラインになってしまったので原価がほとんどかからないです。まあ、全口座で割る電気代とかね、まあ、い,ろんないろんなものがあるんですけれどもあのそういうものはあるんですが原価率はすごく低いから利益率がすごい高いです。 そうすると同じ1万円という売上高でも残るお金が全然違うということになるのでそもそもどのビジネスを選んでいるかというので残り方が変わってきちゃうんでですすね。ですから同じ口座の中でも残り方利益が高いものを中心に残していくということだって当然考えられるわけですよ。 今は人数が少なくてもそれを伸ばしていくんだって言ったら時間を取られてて収益率が低くって疲弊して疲れるもので将来にもつながらないものは切っていくっていう必要があるので原価率を知るっていうのがそのでで大事ですでその3のポイントはその数字を全部出した上でその原価率も知った上ででも自分はその翌年何を優先するのか っていうことに合わせて捨てるものと捨てないものを決めていくっていう必要がありますなのであのー、そのバランスとポイントは自分で自分の仕事を中身数字として把握しているあと自分の気持ちとしてその講座はどうしたいんだっていう 意思をはっきりさせることが目標計画を作っていく上で結構大事なポイントになりますので今日のお話をご参考にあのご自身の数字っていうものを改めて見直してみていただければなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。それでは